どうも、風邪ひきました。信じられないことに、昨日一昨日ぐらいまでは30度ぐらいまであってて、10月なのに、秋なのに、うわ早く涼しくなんないかなと思ったら、今日なんと14度、10度以上も差が出ちゃってます。昨日の夜とかそんなこと知らずに半袖短パンで寝ちゃったもんだから、風邪ひきました。鼻はだいぶ落ち着いたんですけど、喉が痛くてね。というわけで今日はそんな自分をいたわるために、あ、専門店のタルトをお送りしちゃいます。しめしめしめ、はいはい、と風邪っていうこともあるんで Uber Eats しちゃいましたけど、これね、なんてお店なんだろう、プレステージパリスみたいな、うん、てか人生初めてのタルト専門店のタルト、失礼します。パカー、おぶどう農家、カメラさん来て来て来て、もう美味しい匂いがしてますもんね。これマスカットでしょ、でこれチーズで、いろんなミックス、これがわからないで、こいつはなんかあれ、フロランタンみたいなやつ、ウーバーイーツのタルトおまかせパックみたいなやつで買ったんだけど、ほとんど一緒だね。やった、うわ美味しそう。この子たちをもりもり食べて、風邪一瞬で治したいと思います。じゃあ撮影入ります。華やかチルドレン、はい、ませ、まあ、いただきます。あー、うまい。タルトなんてめったに食べないんで、ちょっと楽しみだな。これからいっちゃっていいですか。いちごの型、失礼します。うん、うまい。タルトほんとご無沙汰なんだけど、こんな美味しかったっけ。フルーツが主役で、こっちはもう器だよねみたいな、もうお皿みたいな感覚だと思ってたんですけど、こっちもメイン貼れるわ。これだけ焼き菓子で売っててもいいレベル。生地はふかふか、いちごはプチプチで、この上のジュレみたいなやつはジュルジュル、食感のテーマパーク、よいしょ。前動画でタルト食べ放題みたいなの言ったんだけどさ、また行きたくなっちゃう。今度チーズ、ごめんなさい手づかみで。うんうんうん、うん、チーズだ。さっきのいちごのやつとはまたタルトの生地も違ってて楽しい。うわ、密度が昨日職場でさ、寒暖差激しくなるから体調管理気をつけましょうねみたいな言われたばっかだったんだけど、見事にやられちゃったよね翌日。でも本当に10度以上違うから、絶対結構いると思うの、体調崩しちゃった人。マスカレ、マスカ、マスカット、これが一番贅沢じゃろうな。僕この間一番マスカッティが好きだから、失礼します。あ、梨もいる、あら美味しい。てか9月で30度とかだったらまだ、まあ確かに残暑っていう言葉あるもんねって感じで納得できるんだけど、もう10月なの。10月で30度、まあ30度って29度、暑いってばよと思ったら次の日から秋でしょ。どうなってんの地球さん、地球ってか太陽さん。そんな情緒不安定だったら絶対モテないと思うんだよね、人間だったら。まあいいや、暑いとか寒いとか風邪ひいたとかもうどうでもいい、美味しい。まさか店員さんもこの2パック1人が食べるとは思ってないでしょうね。ケーキなんて普通1人1かけだもんね。今日10個、もう3個、ワオです。これいきたいと思います。このフロランタンみたいなやつ面白いよね。僕ちっちゃい頃からすごい焼き菓子好きだったんだけど、唯一あんま好きじゃなかったのがこれ。うん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 、フロランタンだ、これすごいな。一緒にしてもいけちゃうタイプなんだ。じゃあお次これいきたいと思います。ちょっと持ちづらいんだけど、ミックスのやつ。あ、ばばばば、 Uber って調べてるといろんなお店出てくるじゃないですか。ラーメンとか丼系ですんごい美味しそうなのがあって、スタミナ丼みたいなやつで風吹っ飛ばそうかなとも思ったんですけど、優しいフルーツたちにしちゃいましたね。正解。最高、遊ばせー。
このフルーツたちのみずみずしさとタルトのふかふかさ、カップル成立。うわ美味しそう。今回熱全くなくて、ほんとただ単純にちょっと喉痛いねぐらいなんですけど、あの私今年の2月ぐらいコロコロにかかったんだけど、その時の喉の痛みが尋常じゃなかったの。今回の風邪と比じゃない、マジで軽々しく、いやそんな気にしなくていいんじゃないみたいな言えない、全然違うもん。これなんだろう、くるみが乗っかってるんだよね。ようわからんやつ。タルトってそんな食べなじみないけど、タルトも悪くないっすね。なんかほんと無駄な部分が一切ないよみたいな。いいね。うふん、うふんふん。焼かれた梨みたいな感じ。これがタルト専門店の味。美味しいです。ああ崩れちゃった。うわあ。ショートケーキとかと比べて全然甘くないから、風邪ひいてる時とかいいかもね。うん、僕中学から18ぐらいまで毎年インフルエンザとかかかってたんだけど、気づいたらもうこの5年ぐらいかかってなくて、免疫上がったのかな。10月は楽しいイベントたくさん待ってるんで、速攻風邪治したいと思います。イエス。贅沢。一人で一度に、しかもウーバーでこんなたくさんのタルト食べるなんてマジで贅沢。風邪ひいてる時はおかゆと梅干し食っとけって感じですよね。ごちそうさまでした。てなわけでお家でタルトパーティー最高でした。10月は旅行行ったり、ディズニー行ったり、誕生日行ったり、最高の一月にしたいと思います。イエイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントもよろしくお願いします。ではまた。このタルトパーティーのおかげかわかんないけど、3日後には完治してました。よかったよかった、めでたしめでたし。またねー。